金安百貨店とは、かつて小倉市に存在した百貨店である。小倉市で2番目に開業した百貨店であり、かつては井筒や菊屋百貨店とともに小倉を代表する百貨店であった。旧金安百貨店新館当時の面影を伝える階段部分屋上の防空管視小創業は文久年間。創業当初は金安として米国店や、 金の目利きを行っており、店も田町にあったが、その後魚町に移り慶応年間に五福章を開始する。長州戦争や明治維新の動乱の間も、同店はこの地にあり続けた。明治28年には娘婿であった米谷勘吉がのれん分けして、新米谷五福店を創業、後に魚町銀店街の五福店、新米国となった。 大正9年3月には三代目安次郎が金安百貨店としてデパートを創業。当初は木造4階建てで食堂も併設されていた。昭和11年11月には新たに鉄筋7階建てで大貨作りの新館が完成。新館は当時の小倉では最も高い建物であったと言われ、本館。 新館の売り場面積は合わせて4096.3平方メートルとなった。五福店の時代から市民の信頼を得ていたこともあり、金安百貨店は順調に業績を伸ばした。戦時中には街の防空のため屋根の部分に防空管支障が置かれた。この防空管支障は現存しており、隣の立体駐車場などから見ることができる。 1952年11月30日、後に、魚町大火と呼ばれる火事で、死者は出なかったものの、魚町商店街の店舗22件が、全焼、2件が半焼し、合計で51個が被災、金安百貨店でも5人の怪我人を出した。社員の努力により2週間後には、営業を再開したが、火事の損害が経営に与えた打撃は大きく、 ついに昭和29年10月に閉店しその後破産。米国店として創業して、以来の約100年の歴史に幕を下ろした。その後新館は雑居ビル、ワシントンビルとなり、現在はドラッグイレブン、小倉大町ニアカフェ、事務所等が入居している。ありがとうございます。